2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。バイナリーオプション世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。2017年は世界第2位でした。ですね、私先生のですね、インジケーターですけれども、また今日は素晴らしいですね、調整でですね、だいたい分かってきました。今週の成績なんですけれども、利益は2、3000円だけでしたね。100回ぐらい投資して、タイばっかりでね、勝ったり負けたりしながら1000円ずつ投資で、現在、6600円で今投資中で、これは勝てそうなんで8000ちょっとぐらいですね。だから3000いくらの利益ですね。今日金曜日なんですね。で月曜日から始めてまして最後なんですけど、今週はね、それで、なんか少ないじゃないかって利益ってよく言われます。100回も投資して1000円、ね、1000をね100回も投資してね、たった2、3000円ですかなんて言われるかもしれませんけれども、これが本物の億万長者なんです。そんな甘いもんじゃないんですね。そんなにね簡単に稼げるもんじゃないんですね。だいたい100回ぐらい、今分析データでは勝率 70% なんですよね。だけども実質は 55% ぐらいでしょうか。70% でしょ、 55、70% で 15% も落ちてますね、成績がね。分析データでは 70% で投資してるんですけど、以上で投資してるんだけど、もっと上もあるんですよ。80何%のも出てんだけど、一応分析データ見つからないんで 70% 以上での分析で見てるんだけど、それで 55% ですね。 90% の時もあるし 80% の時もありますから、もう 20% ぐらい落ちてますね。ただ実際現実ね、例えば 100% あっても 20%、30% 落ちます。また高くなると余計に落ちますしね。これが現実だけども、週に100回も投資してね、シビアなところを抜け出して 2、3本勝つだけですね。1000円ずつだったら10万円ずつだったら、まあ、10万円を20ね30万とかね、週ね10万ずつずっと大変ですよ。今1000円ずつデモでやってますけども、2、3000円の利益であると。ちょっとお見せしますね、これね。あ、これ終了したね。でこれ勝ったね。今なんですけど、今終わったところなんですけど、ね、これ時間お見せしますね。金曜日でしょ、金曜日、もうすぐ土曜日になりますけど、ね、8480円ですよ。1週間ですよ。その代わり100回ぐらい投資してるんですよ、これ。それで3408円の利益ですね。今でね。7時15分。19日月曜日から始めてね。1、2、3、4、5でしょ。5日目でしょ。これがね、今の今週の最大の分析のいい投資戦術なんですよね。とてもとも大変ですね。これデモだから自動売買できますけど、ライブではこれ一日中人間がね入力しないといけないんですよ。ね。でこれを1週間仕事することなんです。夜中中ね。夜中中100回ぐらい。ね。
ちょっと徹夜の繰り返しでね、土日は休むということで、それで100回も投資して2、3000の利益だと。これが現実ですね。100回投資でね、2、3回の成績だと。これは今出てますね。ただそれでも今週でも負けてる時がありましたから、設定でね。前ね、だから今後まだ分かんないですね。じゃあこれ今後本当に2、3000円ぐらいプラスになるのかってですね、あればいいですけど、マイナスの時もあると思うんですよね。非常に厳しいですけども、まあ今週やったらそうだったんですね。今週ぶっ続けて、まあしかしこんな感じでね、必ず少しでも1000円でもプラスになったら億万長者なんですよ。だから現状億万長者だと思うんですけどね、来週わかんないね、まだやってみ、試験してみますけどね。前の時はね、ズドーンと2万ぐらい上がった時があって、2万ぐらい、3万ぐらい落っこったりすることもあったんですね。今安定性をもたらしてきたんですけど、調整でね、とかソフトの改良でね、インジケーターの週7の改良でね、まあだけども億万長者でしょうね。これで FX も通用しましてね。で、今 FX も投資してます。まあ、まあだけど一安心したかなって一つはね。まあ一応は成功ですわな。だけども、局地的に仕事が多いですね。なんせね、バイナリーオプションのスペシャリストになってから2年経ってんですよ。それでね、なぜこんなプログラムばっかりやんないで稼がないかって、2年間ずっと稼いでないんですよ。というのは辛かったんです。